NMB48 のてっぺんラジオ。はい、こんばんは、渡辺。ミルクとみゆきを混ぜるだけ、あっという間にミルキー。ありがとうございます。奈良県出身20歳のミルキーこと渡辺みゆきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、まばゆい光に包まれて、かわゆいゆいをおすそ分け、おきに。ありがとうございます。大阪出身19歳のゆいぽんこと高野ゆいです。よろしくお願いします。イエーイ。ゆいぽんって同い年、うん、学年は一緒です。え、そうなん。今知らんかった。嘘やろ今、はい、というわけで、もうちょっとですよ。同い年だったというわけで、はい、始まりました、 NMB48 のてっぺんラジオ。毎週月曜日から水曜日の深夜12時、てっぺんの時間にアイドル界のてっぺんを目指すために頑張ろうという番組です。パーソナリティは NMB48 から私ミルキーこと渡辺美雪と、今週はゆいぽんこと高野ゆいちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。では早速このコーナーに行きましょう。ミルキー、ゆいぽんのいろはにほー。このコーナーではいろはの頭文字にちなんだテーマで投稿します。今週は C です。昨日は私がショートカットについてお話ししましたが、今日火曜日はゆいぽんの選んだ C です。何でしょう。はい、私の選んだ C は修学旅行です。修学旅行もう行くことないやん。そうなんですよね、うん、でもめっちゃ楽しかった思い出を教えてください。まず小学校で広島に行って、中学校は長野に行って、うん、高校は沖縄。全部国内なんですけど、うん、超楽しかった。何が楽しかったんですか？何が楽しかったか言ってもらっていいですか？じゃあ一番楽しかったのは、はい、じゃあまずね、中学校。はい、中学校は長野に行って、ファームステイしたんですよ。うん、ファームステイ。ファームステイ。牧場？違う。なんか、羊？違う。何知らない農家のお家。ホームステイ。でもファームステイって言います？ホームステイ。民泊とかじゃないの？なんかそんな感じ。なんちゃらステイ。で、泊まるんです。知らない人のお家に。したことあるわ。嘘。あ、一緒、中学校の時、私も沖縄で民泊。そう、高校も。あれめっちゃ楽しくないですか？楽しい。その家も全然それぞれ違うから。そう、家によって。どういうところに行くのかが。ね、家によってご飯違うかったりして。うんうん、で、楽しかった。何が楽しかったん？それ。ゆいぽんの感想。楽しかった。感動した。ちょっと待って、待って。泣いた。待って。じゃあ待って。沖縄、沖縄。うん。沖縄は、3泊4日。うん。4日全部、シュノーケルした。で、それで、シュノーケルして。待って。シュノーケルして、あ、ニモ見た。ニモ見て、うん、ニモ見てどう感じた？ニモ見て小学生かほんまに。ニモ見て楽しかった、可愛かった。小学生の作文じゃないんですから。じゃあミルキーさんの修学旅行の思い出聞かせて。いや、あるよ。だって、何回もこのてっぺんラジオで修学旅行について結構喋ってる気がするんですけど、じゃあ高校は鹿児島とか南九州行ったから、うん、初めての南九州やったし、うん、南九州ってだけ聞いたら、沖縄とか北海道とかと違って、うん、どんな感じなんやろって思ってて、うん、で行ってみたら食べ物もめっちゃ美味しいし、うん、意外と案外有名なものが多くて、白熊アイスとかも美味しくて、うん、初めてこの大きさに驚いたし、うん、白熊アイスのね、本場のめっちゃ美味しいね。練乳がいっぱいかかってた。美味しそう。で、他には、民泊もしたし、うん、高校で、うん。もう、ご飯が、もう家庭の味で、すっごい美味しかった。ほら、こんくらい言えるやろ、ほんまに。あれ、にも見た。シュノーケルした。楽しかった。ほんまに。もう、ほんまに言えば。そんな、小学生ですね。そうですね。勉強します。あ、もう一個あったんが、なんか、夜に、堤防じゃないな、海の前のこう石垣みたいなのあるじゃないですか。そこに、高校生の告白とかしてるんです、私たちの。こう、
同級生の子たちが。みんな。うん。そういう話が聞きたい。うん、ね、まあ、もともとカップルの子たちは、海見ながら、こう、いっぱいこう、もう見てるんですよ。なんか学生やな。そうそうそう。うん、で、告白してる子もいて。ゆうぽんは冷やかしてた、それを。告白されへんかったん？え？告白されへんかった？されなかった。え？されなかったな。うん、モテてたん？学生時代は。学生時代は、まあ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 。え？モテてたんや。まあ、でも、なんか、人見知りなんか、うん、男の人と喋るのが苦手なんか、うん、近寄ってきてくれない。あー、なんか喋りにくいんちゃう？やっぱそう、イーポンが喋りにくいと思ってるから、うん、それって伝わるんじゃない？あー、喋りづらいなみたいな。そう、慣れたらいいんですけど、うん、そういうバリアを張ってた時期もありましたね。そういうことですね。まあ、ミルキーさんと違って。まあね、私はウェルカムですから。というわけで、ゆいぽんの修学旅行についてのトークはここまで。明日水曜日は死についての無茶ぶりテーマでトークをすることになっています。お楽しみに。さあ、今日もアイドルの夜明け公演曲を聴きましょう。何ですか？この歌。はい、この曲はですね、うん、私がずっとやってたユニットです。今は違うのやってるんですけど、うんうん、このユニットをしてました。歌詞もすっごい切なくていい曲ですね。ダンスは？ゆいぽん踊れんの？ダンス苦手なんですよ。経験は？やってなかった。あ、うん、でもこの曲めっちゃ踊るくない？そう、踊るんですけど、うん、まあダンスも注目してもらって、でも歌詞の方が私は好きですね、はい、そうですか、はい、好きですね。あのね、歌詞ね、これ、うん、最終的に普通って恋愛の曲って叶うじゃないですか、うん、これは叶わないんです、うん、そうなんですか？そうなんです。それはもう珍しい曲ですね。では早速聴いていただきましょうか。AKB48 チーム B で片思いの対角線。さあ、番組に本当にたくさんのメッセージをいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。ではゆいぽん、今日は読んじゃってください。はい、大阪市住吉区の NMB 大好きさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の学校は後期に入って新しい係、委員会が始まります。あ、2人は委員会や係をしていましたかとのことです。言ってましたか？あんまり覚えてない。記憶にないけど、でもなんかしてた。保健委員とか。あー、ありますね。図書委員とか。保健委員をよく狙ってた。楽やから。いや、なんでやろ。なんか可愛いから。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 なるほどね。ゆうぽんは？私は体育委員。あ、ぽいしてました、ずっと。なんか、うん、スポーツしてて、あんな。スポーツしてました。何のスポーツ？あ、中高でバドミントンして。中高でバドミントンしてました。ちゃんと喋ってるから。はい、はい、中高でバドミントンてか、ずっとスポーツ好きで、意外と体育会系でやってましたね。でも体育委員とか倍率高そう、うん、みんな従いそう。でもなんか勝って、あ、勝ってじゃんけんね。じゃんけんかな。ガツガツ言ってましたね。え、この NMB 大好きさんは、はい、何の係？は書いてない。あ、なんか今からあるじゃないですか、後期に入って。あ、そっか。何にしようか選ぼうかなみたいな。じゃ、おすすめとか、うん、体育委員って何すんの？体育委員はあの体操体系に、あれみたいな。あ、あれか。体育前の準備体操のとか、はいはいはい、体育の準備とか。あ、いたいた、体育いました。それ絶対嫌やった。なんで？それだけは嫌やった。だってそんなん嫌やもん、したくないもん。だから嫌やなと思ってた。まあ、私はやってましたけどね。保健員やったけど何したか覚えてないね。全然覚えてない。ほんまに保健員ですか？いや、それも覚えてない。入ってたか、そのそれもデタラメ。適当に言った。適当に喋った。なるほど、ね、でも多分保健員入ってた気がするなぐらい。完全に多分活動してないですね。はい、でも活動はしてなかったと思います。はい、こんな感じの私たちの委員の情報でした。はいはい、というわけでこのように感想や質問などどんどんメッセージを送ってください。はい、宛先は nmb@mbs1179.com です。メッセージを紹介させていただいた方には私たち2人のサイン入り
2組クリアファイルをプレゼントします。さあ NME48 のてっぺんラジオ火曜日最後は今日は何の日やねんクイズ。はい、深夜12時てっぺんを過ぎて今日は11月20日です。 AKB48 佐藤すみれさん20歳、そして NMB48 室かなこちゃん17歳のお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そしてちなみに大沼さんもおめでとうございます。おめでとうございます。 NMB あのねこのてっぺんラジオの大沼さんですよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。え、一体何歳なんですか？46歳。え、46歳やと思わへんかった。若いですね。見えない。もっと若く見える。うん、はい、46歳という情報をゲットしました。というわけで今日は一体何の日でしょうか。ノートミさん、鈴木アナウンサー、私たちのヒントで答えてください。あ、これ私大好き、うん、大好きですよね。みんな好きやん。嫌いな人はいないんじゃないかな、うん、多分いないと思う。いやでもこれはパーティーの時とか、うん、みんなでワイワイする時に食べるよな、うん、どんな感じのが好きですか？え、なんかお子様が好きなようなやつが好き。あ、マヨネーズとジャガイモみたいな、コーンみたいな、マヨコーンみたいな。え、ゆいぽんは？私はチーズ。あー、美味しいな。とろーんってとろける感じが、はい、超乗ってるやつ。うん、超乗ってるやつ、超チーズ乗ってるやつが好き。ゆいぽんのモノマネ。超チーズ乗ってるやつが好き。もうミルキーさん、私のモノマネを取得しました。もうユイポンのこの一定のローテーション、はい、ローテーション、トーン、ローテーションね、いいですね、はい、というわけでまあ、うん、結構ヒントが隠されてると思います。ノートミさん、まあ、鈴木さん、わかりましたか？それでは NMB48 のてっぺんラジオはここまで。お相手は NMB48 ユイポンこと高野ゆいとミルキーこと渡辺美幸でした。また明日水曜日の夜12時頃にお会いしましょう。バイバーイ。ひじって10回言ってください。いや、これはもうまあね、わかりましたよ。わかりますね。ちょっといろいろ突っ込みたい話は結構あったんですけどね。そうですかね、修学旅行のところとかね、はい、あと大沼さんのこととかね。47歳に見えるでしょ。また上手いんだから見えるでしょう。見えない言ってましたけど、ね、はい、はい、さあというわけでね、はいはい、日付変わりまして11月20日、はい、ね、水曜日何の日かということですが、はい、はい、いやもうね、コーンとかマヨネーズとかチーズって言ってましたし、うん、パーティーの時に食べるっていう、ね、そうそう、みんな好きって言ってたので、うんうん、さあせーので言います？いや、え、言おうか言おうか、せーので言いましょう、うん、せーの、ピザの日。あ、よかった。ノートミさん、鈴木さん、私たちのヒントで分かりましたか？正解はピザの日でした。はい、ピザね、ピザみんな大好き、大好き。ピザの原型と言われるピッツァマルゲリータの名前の由来となったイタリア王妃マルゲリータの誕生日にちなんで制定されました。国民に愛された王妃だったので国民を代表する食べ物の名前になったそうです。そんな裏話やったよ。知らなかった。すごい、うん、ピッツァマルゲリータ、名前なんや、これ、ま、名前あったんや。ピッツァマルゲリータっていう、マルゲリータさんっていう王妃のね、ちょっと覚えとこ、ね、なんかでね、使えるかも、使えるかもしれないんでね。まあみんな大好きなピザ、なんかピザ食べたくなってきた。食べたい。夜食に皆さんピザ食べましょう。ちょっとカロリーの方が気になりますが、ね、はい、ではイタリア料理が似合うノートミさんとピザというよりアイドルの膝を撫でてみたいという鈴木アナウンサー12時半まで頑張ってください。ピザ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 、ここはどこ？ MBS ラジオ。正解。やった、初めて当たりましたよ、私。やりましたね。ねえ、嬉しい。ねえ、はい、ただ僕、アイドルの膝とか、そんなピンポイントな興味はないですよ。撫でてみたいって言われてた。その、ゆいぽんがさ、はいはい、ちょっと、部屋の、失笑。本気の失笑するっていう。してましたね、ちょっと傷ついて。大丈夫ですよ、怖くないですよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。はい。はい、さあ、というわけでね、はい、またいつか使える機会もあるかもしれません。そうそう、はい、ピザの日ね、マルゲリータ誕生日ということで、はい、はい、というわけで NMB48 てっぺんラジオ、明日も夜12時頃からの放送予定です。お楽しみに。